안녕하세요カオル입니다はい、ということで今日はここにやってまいりました。インザドン。インザドンっていうとね、まあ、韓国のこのソウルにあるちょっと京都っぽいところっていうか、ちょっと伝統的なね建物だったり、あとちょっと伝統的なねお茶のカフェだったりとか、結構こういう歴史的な感じが、はい、感じられるところで、で、このインサドンにあるスターバックスとか、あとはエチュードとかイニスフリーとかも普通は英語で書いてあるんですけど、このインサドンの中にある、そういうところはね全部英語表記じゃなくて、ね、ハングル表記になっております。はい、私も初めて韓国来た時は珍しくてね、もうスターバックスのハングル表記とかを写真撮った思い出があるんですけれども、そういえばね昔ね韓国のあのヒョンデのあの自動車の CM に出たのもね、ちょうどここを歩いて、キャスティングされて出ました。まあそんなことはどうでもいいんですけど、今日はですねご飯を食べに行くんですけれども、まあ、インサドンっていうとそんなにねご飯っていうよりも伝統茶とか、あと物が売ってたりとかして、私もねインサドンにご飯食べに来るのは初めてかな。多分昔ながらの雰囲気があるところで何を食べるかと言いますと、麻薬天山チゲっていうのがありまして、麻薬っていうのがまあ発音日本語とね似てるんですけど、麻薬、はい、もうその麻薬みたいにやみつきになるぐらい美味しい天山チゲがあるということで、今日はそこに行きたいと思います。で、天山チゲもね日本でもかなりポピュラーな韓国料理でして、好きな人もね結構多いと思うので、今日は美味しい天山チゲを紹介していきたいと思います。はい、でですね、ここのインサドンなんですけど、ちょうどアングッギョクとチョンロサムガ駅の間にありまして、まあ、どっちから来てもいいんですけど、来やすい方で来て OK です。で、お店自体はちょうどねこのインサドンの真ん中にあるので、まあ、目印になるところからの説明になります。それでは道案内していきたいと思います。ゴー。まあ道案内の前にこう映すと、こういう感じでね、こうなんて言うんだろう、ポザ着だったりとか、こういう帽子だったりとか、まあ、最近日本でも、まあ、なんて言うんだろう、こう知られてきたんですけど、生活韓国、生活韓国っていうのもねここでこうやって売ってたりとかします。まあそんなに安くはないんですけど、普通の私生活でも韓服を着ましょうみたいな、そういう考えから作られたらしいです。普通の韓服よりもちょっと着やすい。はい、じゃあですね、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、こういうなんかちょっと開けた建物、アートプラザって書いてあるの上の方にとか、はい、こういうところ、横にね小道が1本あるので、ここを入っていきたいと思います。じゃーん、はい、ここです。トーマー、ここになります。じゃ今日はここでご飯食べていきたいと思います。じゃん、はい、じゃあこれがメニューになります。はい、でここの、一番メインがマシンのニョソクトルって、この韓国のグルメ番組、有名、すごい有名なグルメ番組に出たフクテジシャブシャブってやつ、フクテジってやつが美味しい豚って言われてる黒い豚のシャブシャブです。でこれがねめちゃめちゃ美味しいらしいです、ここは。でもそれでも今日は麻薬天山チゲ、そうです、これを今日は食べたいと思います。その他に雪ビンバップ定食とか、サバの炭火焼き定食とかあるんですけど、これにもねちっちゃい麻薬天山チゲもついてきます。でちなみにこのランチタイムは1000ウォン安くなっております。はい、麻薬天山チゲ하나주세요。이거단품하나만요。네그안되나요。네이거네기본적으로는장식하나시키셔야되는데아이건단품은안되나요。네단품만은다찌개는다포함되어있으시는데네그러면닭다리살을그속불구이로하나해주세요。요걸로하나해주세요。네メニューパンも치워드릴게요。네。はい、ということでね、まさかの天山チゲ単品がないということで、天山チゲはなんかその定食についてくる感じだそうです。なのでそのユッケビビンバもまあ気にはなってたんですけど、最近食べたばっかなので全然予定にはなかったんですけど、たったり鶏の足の炭火焼き定食にしました。だメインは、まあ、鶏の足なんですけど、私の中のメインは天山チゲということで、今日は食べていきたいと思います。
で、まあ、最初に店内映したみたいになんかね、韓国のハノをリモデリングしたみたいな感じで、中もすごい雰囲気がいいです。家族でご飯食べに来てもいいし、デートでもいいし、すごいね、なんか雰囲気がすごいいいです。で、ここのお店がブレイクタイムが3時から5時だったので、私5時オープンの時間に4時50分ぐらいに来たんですけども、すでにね、あの待機してる韓国人が、まあ、ここのメインはそのしゃぶしゃぶと、あとはその麻薬店ジャンチが、それからあと一つ変わってるのが、これですね、これ、ハーブソグン、ハーブの塩で、これにつけて食べると美味しいらしいということで、じゃあご飯待ってみたいと思います。じゃーん、はい、これが今回のメイン、麻薬店ジャンチゲになります。で、見るとなんか上に野菜が乗っかってて、見て、もうなんかスプーンが、はい、下までいかないぐらいの具沢山です。うわぁ、見て、美味しそうすぎるんだけど。あ、この定食のメインがこちらですね。タッタリスプーグイ、鶏の足を炭火焼きにしたやつです。白米と、あとはおかずが3つ、海苔とキムチとわかめ、なんだろう、海藻系のやつです。じゃーん、なんかこうやって見ると日本の定食みたいだな。これで、1200円です。それでは早速食べていきたいと思います。それではいただきます。うん、うわ、待って待って待って、うまー、味がね、濃いです。なんかしょっぱいとかの濃いじゃなくて、こうしっかり味があるっていうのか、なんかいろいろ食材が入ってるだけあって、結構なんか深い味、何、濃い、美味しい。うん、最高すぎる。なんでこの定食作んないんだろう。美味しすぎぐらい美味しい。てか今まで食べた天山チゲの中で一番美味しいかも。じゃあね、ここの売りの一つであるこのハーブソグン、ハーブ塩をちょっとつけて、あのタクタリ食べてみたいと思います。日本にありそうな味、日本のなんかファミレスとかに、うん、完全に韓国料理の味ではないけど、このタクタリとキムチとハーブつけてご飯食べたら美味しい。メインのやつは全く韓国感はないけど美味しい。なんかすごいね、異色な組み合わせっぽい、この天ジャンチゲとこのチキンと、このハーブのチキンとご飯っていう。いや、全然違う、超韓国の味だし、チキンはなんかちょっとまた違う外国の味だし、もうなんかね、天山チゲ食べて、肉食べて、パンチャン食べてとかしたら、もう完全に口の中が超多国籍なの、今。超合わないはずなのに、なんか合う気がしてきた。口の中がめっちゃ忙しい。でも飽きないっちゃ飽きない。なんか天ジャンチゲって結構アサリとか入ってることが多いんだけど、これはね、もう野菜、今日からこういうね、野菜だけ入ってる天ジャンチゲを山の天ジャンチゲって呼んで、アサリとか入ってるやつを海の天ジャンチゲって呼ぶことにする。これは完全に山の天ジャンチゲです。美味しい。
一個一個ずつは本当に超美味しいんだけど、タイプが違いすぎて、なんかセットで食べるってなるとちょっと口の中がね、ちょっとワールドワイドすぎてすごい忙しい。2つともね、美味しいから口の中が変だなとはならないんだけど、なんか若干の違和感を覚える。で、私は今回ね、そのユッケビビンバは最近食べたから、今回選ばなかったんですけど、これ多分ユッケビビンバでテンジャンジがやったらめっちゃいい組み合わせになると思う。はい、ということでごちそうさまでした。麻薬テンジャンチゲってだけあって、あ、美味しかったです。で、残念なのがテンジャンチゲを単品でやっぱ頼めなかったこと。タクタリスプルクイ、これも単品で美味しかったんですけど、テンジャンチゲが思いっきり韓国料理なのに加えて、これが韓国料理って感じじゃないから、なんか微妙になんか合わない感って言ったらいいのかな。これをなんで定食にくっつけたんだろうって感じは正直あったかな。よく言えば飽きない味、悪く言えば統一感のない味がこの定食だったかな。まあでも動画内で説明したんですけど、まあ、今回ね、私はこのセットにしたけど、雪ビビンバのセットもあったので、雪ビビンバはねもう絶対テンジャンチゲに合うので、ぜひここに来たら雪ビビンバのこのテンジャンチゲのセットを食べてみてほしいと思います。もちろんね、これ定食なので一人旅、韓国一人旅に来ても1人前から頼めるので、まあかなり使い勝手はいいお店なんじゃないかなと思います。で、お店自体もすごい綺麗だし、まあ、インスタ映えもすると思います。ちょっとこう小道に入ってはくるんですけど、こういう美味しいお店もねあるので、ぜひねインスタの一回来てみてご飯食べてみるといいと思います。で、本当にお客さん層を見ると韓国人しかいないです。まだ観光客、日本人には知られてないお店なんじゃないかなと思います。まあお客さん層がその韓国人だけっていうのもあって、まあ、日本語のメニューとかまだないみたいなんですけど、はい、そんな感じです。今日言葉が出てこないぞということで、今回はインサドにある超癖になる味、麻薬テンジャンチゲの紹介でした。それでは今回の動画がお役に立ちましたら、高評価とチャンネル登録お願いします。それからコメントもすべて読んでおります。コメントもよろしくお願いします。それからインスタとツイッターの ID 書いてあるんですけれども、急なお知らせとか、あとはライブのお知らせ、そちらの2つ通して行いますので、アカウントある方はぜひフォローの方お願いいたします。概要欄もねいっぱい書いてありますので、広告出てる間見ていただけたらと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지終わり。